札幌園芸日記えりこです今日は輸入種子のデルフィニウムとコーンフラワーまとめて二つを紹介しますまずはジョンソンズのデルフィニウムパシフィックジャイアントミックスですこのような感じのお花が咲きますえー、と裏側に説明が書かれてます すごくいいなと思ったのが何かこのプラスチックみたいなちゃんと結構しっかりくっついてるんですけどこういうプレートがついてるので種をまいた時にちょっとつけてわかりやすくできるのがとてもいいと思いますえこちらのパッケージの裏側には非常にあの情報がたくさん載っていて まずはここに芽が出た時の写真が載ってます。でお隣に太陽マークがついていて、まあ、日当たりの良い水はけの良い土にまくように指示してあります。だいたい100粒ぐらい平均的に100粒ぐらいの種が入っているというのことです。で屋内でまず種まきするには2月から5月、えー、ですね。えー、福土は 薄めに、まあ、育苗の,あの土を使って種ををままいいたら薄めに土をかけると書いてありますね、はい、でと発芽温度というか、まあ、2月とかだと相当まだ寒いと思うので15度から18度になるようにあのガラスとかポリエチレン製の蓋をしてその温度を保つように書いてあります。 芽が出るまでは21から42日かかると書いてあります。で、目が出たらその蓋は外してもらって、えっ、ー、と大きく十分に大きくなったら7セン7.5センチポットにポット上げをします。で、外のあの状況気温に少しずつあの慣らしていくということが書いてあります。で、秋に。 四十五センチぐらい離して花壇に定植しますそうすると、えー、翌年の六月から八月にお花が咲きますと書いてありますで外であの種をまく場合には、えー、種はそのシードベッド種のやっぱりあの種床というか苗床というかそちらの方にまくように指示されています 種の、まあ、土は薄めにかけて、まあ、軽くあの優しくちょっと押さえて水をあげます。キープモイストって書いてあるのであの水あの常に湿った状態になるようにですね。はい、で秋になったらあの花壇の方に4 5ンチぐらい開けて手あの植え替えてまあ翌年の同じく。 6月から8月にお花が咲きますという形で、えー、書いてあります。一応4 5ンチ開けるって書いてあるんですけど、うん、とその下に Grow plants closely together so they help support each other って書いてあるので、まあ、あんまりなん近,近めにこう育ててあお互いにあのサポート支えあるような感じにするといいよっていうのが書いてあります。背が高くなるのでねあんまりあの 1一本2本とパラパラ植えるよりはまとめてそのエリアに何本かまいたというか植えた方がいいのかなと思います下に赤字であのコーションって言って注意してくださいってことが書いてあるんですけど食べるとと危険ですみたいいな <laughs> ことが書いてあります <laughs>、まあデルフィニウムを食べる人はいないとは思うんですけどでもまあこの間のカレンジュラみたいに食べられるお花もあるので。 一応これは食べてはいけませんみたいなことになってます。はい、こちらはトンプソンアンドモーガンのコーンフラワーのパッケージです。えー、セントオレアコーンフラワー、フロステッドクイーン、いてつく女王という種類名前のコーンフラワーになります。えー、と、この間紹介したカレンジュラと同じようにこの写真は コンフラワーのものではないので、ちょっと画面の方にどんなお花が咲くのかは出してみたいと思います。えー、種まきの時期は春先か、あとは夏の終わり秋と書かれています。えー、とですね。よく耕して冷気をかけたあのー、土にですね。ちょっと畝を作ってまあ、4。5センチ間隔で種をまきます。 土は6ミリぐらいなのであの薄めにかけると書いてあります。で、えっと、芽が出て、まあ、ある程度育ったらなんでしょうけど、まあ、3 0ンチぐらい離れるように間引きしますと。で、えっと、鉢植えで、まあ、春とか夏にお花を咲かせる場合には、えー、涼しい温室であ晩秋 晩週じゃないね <laughs> あの。夏の終わりから、まあ、秋の初めにまずは巻きますと涼しい、まあ、日がよく当たる場所であの育てて水は控えめにということですねここら辺はこの間のカレンジャーと一緒かもしれません、はい、で霜が降りる、あのー、リスクがなくなったら 花壇に植えてくださいと書かれてありますこれもエディブルフラワー,ラワーエディブルフラワーと書かれているので食べられるんですねこれは200個も <laughs> 種が入っていますコンフローバーで確かあんまりね大きな花じゃないと思うんですけどはいこんな感じですはい種はこんな感じですんと。 デルフィニウムの方は黒いこういう小さい種でコーンフラワーはなんかちょっと細長い感じになってます白っぽい感じですねどちらもあんまり種的には大きくはないかもしれないですはいこんな感じで、えー、秋巻きそろそろ巻いてみようかなと思います